プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。笑顔ですが、どうですか、改めて気持ち聞かせてもらうと。いやもうあと一歩だったんですけど、本当にほぼ掴みかけてたんですけど、うん、やっぱこの一歩がすごく熱いですね。壁が大きいです。タイトル取るまでもすごく長くて、うん、まあその最後の一人に優勝、たった4分の1なんだけど、その4分の1がすごく難しいこと、私は何回も何回も経験して分かってたはずなのに、どこかでちょっと確信、勝利を確信して、なんて言うんでしょう、自分に甘く打ってしまったかなと思ってます。やはり一通ドラさん取った時は、まず4万4000ぐらいですか。うんうん、はい。あの時の気分ってのはどうだったんですか。あ、もう全然足りない。足りない。あの、私オーラス絶対に、あの、自分が上がらないと、上がって終わらせないと優勝できないのは分かってたんで、とことん突き放さないと3人を。一番あの苦手なんですよ、あのオーラス上がりトップというか、上がって逃げ切るっていうパターンが。伏せて優勝が一番得意で、あの降りる方が結構あの自分の中では得意なんで、攻めるよりも、まあなので、そうですね、あの時は全然まだ勝ったとは思ってなかったです。オーラスでどこか選択できたかなっていうところ何かありますか。やっぱり一回終わってみて、シャート9走のシャンポンでリーチしても良かったかなって、やっぱりあのいくら国士がいるとはいえ、必ず脇2人は打ったら終わりなんで止まるんで、うん、高橋さんと水口さんはもう茅森さんが来るしかないんで、まあその時まだ茅森さん箱下なんで、その時だったら勝負ができたかなって。別に一度打っても茅森さんにまた時局があるんで、まあやっぱ自由にさせてしまったのが敗因かなと。あの脇2人の思い通りにもなってしまったし、うん、あと同じ初とリャンピンはあれは選べますかね。選べないもんですかね。リャンピンが、うん、打ったら終わりなんで、うん、打ったら優勝はないんで、うん、まあただどこかで勝負しなきゃいけないんですけれども、やっぱり現物の流派ってがあって、現物ではないリャンピン、私は多分今もあの流派を切ったことは後悔してないんですけど、もしかしたら1ヶ月後2ヶ月後また変わってるかもしれないです。今はちょっと悔いはないです、最後の選択には。まあ、文吾さんにこれ言うの結構きついかもしれないですけど、2年前にあの、はい、やはり水口プロと戦って、そうなんですよ、本当に、うん、一枚が押せずに、そう、また一枚押せずに負けちゃった、成長してないですね、あの時から。いやでもあの時よりも、あの視聴者の皆様にはいい戦いが見せれたかなって思ってます。では最後にファンの方にお願いします。はい、はい、文豪無双を超えることはもうできないんです、私は。なので、皆様には、いつか必ずこの女流プレミアトーナメントを優勝して、返したいと、その超えたいと、文豪無双を超えたいと思っています。応援よろしくお願いします。